井上正幸は、日本の実業家。株式会社日本人材機構マネージングディレクター。前大阪市経済戦略局長、元スカイマーク、品野鉄道、J コーチ社長。1961年、静岡県に生まれる。法政大学大学院経営学修士。1989年にブリティッシュエアウェイズに入社する。 同社アジアパシフィック畜財ム部ビジネスアナリストなどを経て2002年にスカイマークエアラインズに入社する。同社販売統括本部長などを経て2003年1月に代表取締役社長に就任し2004年1月に退任。同社親会社の HIS 社長室長代理を経て2004年6月に 長野県の第3セクター品の鉄道代表取締役社長に就任し2008年9月に退任。同年10月に投資ファンドの j w i l p a r t n a r を株主とする投資法人 J コーチ専務取締役2009年4月に同社代表取締役社長に就任し2013年1月に退任。同年に大阪市が実施した局長級候補に 合格、6月より人気付け職員として大阪市経済戦略局長に就任し、2017年3月に退任。同年4月に株式会社日本人材機構マネージングディレクターに就任。米国公認会計士サーティフィケート取得。ありがとうございます。